はい、どうもこんにちは。串本大島活字研究所、会心こと金崎でございます。まあ、いよいよこう11月に入ってきますね。何を釣るにしてもこう最高の時期かな年がら年中なんだかんだ釣れるからね。どの月が最高かって言われたらちょっと困るんですけど、まあ11月っていうのはその何て言うかな、その夏場にこう暑くなりきった水温が、まあ、どんどん下がってきて、適正水温に変わってくる時期でもありますからね。意外とねすごい大釣りとかがあるのが11月だったりすると思います。まあ、そういう意味ではですね、頑張ってね釣りに行っていただいたらいいのかなというふうに思います。で、今回は、いただいたコメントですね。でコメントにね、まあ、コメント欄で返信すればいいんでしょうけど、まあ、でせっかくやからちょっとねラジオにしようかなと思って、でちょっとね返信もせずに置いてたんですよ。でそのコメントをまあ紹介していこうかなと。で、ね、カセラジね、最近、4連発ほど出したのかな。まあ、コメントね、うちのチャンネルコメントあんま入らないんで、コメントに返信だって、まあ、返信するだけやったら楽でいいんですけどね。よかったらみんなバリバリコメント書いてくださいね。こうやってカセラジでピックアップしていこうかなと思いますから。だから遠慮なしコメントガンガン書いてください。ショートの方では、ボロカスのコメント書かれますけどね。ああいう誹謗中傷コメントはね、あまり歓迎はしないですけどね。こういう、なんだ、ね、良心的で、建設的なコメントだったら歓迎しますから。というわけで、コメントをね、ちょっと紹介していこうと思います。まずこちら、ね、最近ね、YouTube ね、なんだ、アカウント名がそのユーザーなんちゃかんちゃっていうのに全部変わりましたから、その誰かっていうのは、自分で設定しないとわからないんですけど、まあ、それはいいとして、ね。では最初のコメント、ね。お会いしたことは一度しかないですが、一回会ってるんですね。こんにちは。勝手に師匠とさせてもらってます。お弟子さんですね。はい。引退ということを最初聞いたときはかなりショックでありましたが、復活されて本当に嬉しいです。ありがとうございます。釣り沼からは逃げれないですね。逃げれないですよ、本当に。ね。今後も体調に気をつけて元気に釣りライフを。体調の方は血圧が高いぐらいで全然問題ないんですけど、ね。そうですね。ありがとうございます。復活ね、どこまで復活したのかちょっと微妙ですけどね。まあ、ね、ぼちぼちとね、またね、やりたくなったとかね、そういうね、やらなあかんような事情っていうか、まあ、そんなのができたら、まあ、釣りもガンガン行こうかなっていうふうには思うんですけどね。まあ、近々またね、ちょっと大島の方にもね、鮮度の顔見に行こうかと思いますから、まあ、そのタイミングでなんかね、やれる機会があったら、まあ、やれたらやろうかなっていうふうには思いますけどね。次いただいたコメント。この YouTube を見つけたのが8月。8月っていうことだな、2ヶ月ぐらい前ですか。で、串本の歌詞を知ったのが8月。釣りを始めたばかりの初心者ですが、今までアップされている動画は私の教科書です。ありがとうございます。教科書にしてくださいね。ただ、教科書にしてもらうのはね、もちろん、ありがたい話ですけど、これ文句つけたらダメなんですけどね。ただ、これは言っとかないといけないなと思うのは、2017年からその黒潮の蛇行っていうのが始まったんですよね。それにプラスしてその温暖化っていうのがもうどんどん進んでるわけですよ。で、僕がその釣りを始めた、串本のカセ釣りを始めたのが2013年で、まあ、それからね、通い始めてから3年間でグレ1000枚釣ったとかなんとか言うてますけど、まあ、その時の潮と、今からの潮ってもう違うんですよね。だからその教科書にしていただくのは結構なんですけどね、参考にしていただくぐらいですね。その前に僕がやってたその釣りがそのままこれから先通用するかどうかってちょっと微妙なので、ですから教科書っていうよりもね、参考書がいいかもしれないですね。ただこれ8月に来られてね、8月に失点で8月にね来られたということで、あともう一方こちらね、明日デビュー戦です、頑張ってやるんですかね。こういうね、なんていうかな、今まで串本の稼ぎを知らずに、ね、で、うちの動画がそのきっかけになって通い始めたって言われる方が、まあ、なんていうかな、僕が一番求めてた方で、で、このチャンネルを進めるにあたって結構考えてたのが、その串本の稼ぎの普及っていう部分なんですね。だから、なんていうかな、今ね、このカセラジをメインでやってますけど、このカセラジっていうのはね、その串本のカセ釣りに通っておられる方向けなんですよね。だから、実践者向けといいますかね。まあそういう意味で、まあこれをね、やってるんですけどね。
まあ、だからね、多分ですよ、そのショート動画とか、その辺で引っかかってですよね、僕に釣られたわけですよ。ね。で、さらに、そのカセラジで、その研究を深めていくというね、まあ、そこをね、やっぱりいいかなというふうに思います。それとね、この初心者という言葉ですね、もうこれを見かけたら僕はね、もう自動的にお説教するようになってるんですよ。コメントに説教したらあかんやろと思うんですけどね。初心者って自分から言ってる間はね、ちょっとね、問題ありますよね。結局心のどっか奥底で、初心者やからできなくて当たり前みたいなところをやっぱり自分で思ってるんですよね。で、それね、思ってる間はね、やっぱりね、伸びてこないですよ。だから、なんていうかな、自分のことを初心者って言ってる間っていうのはちょっと気合い負けなんですね。だからね、なんていうかな、心の牙を剥いて、ね、いつまでも初心者だってたまるかぐらいで、それでガンガンやってもらったらね、もう必ず一流になって帰ってきますから。ね、これはお約束します。だから、勝手に師匠とさせてもらってます、そのお弟子さん。ね、自分のこと初心者ってね、僕の前でもし言ったらね、絶対怒られるっていうのをね、覚悟しといてくださいね。まあ ね、説教しても仕方がないから、まあこんなもんにしますけどね。あと、お帰りなさい。待ってましたよ。ありがとうございます。待っててくれたんですね。これからどんどんね、カセラジやっていこうと思いますからね。待っててくださいね。で、あとね、これ3日前ですね。カンピンタンさんですね、こちらはね。YouTuber のカンピンタンさん。イカダの血の釣りで、ね、血の釣りね、かなり飲むんですよね。一緒にこうね、飲み食いする機会があって、まあいろいろね、お話ししましたけどね。しんちゃんだったかな。なんかしっかりした考え方でやってはりますよね。あと、さっちゃんだったかな。あの人面白いですね、ほんとね。カンピンダさんの YouTube もね、ぜひチャンネル登録してあげてください。で、1週間の滞在中に、拉致した人、一部のメンバーです。そうです。カンピンダさんに拉致されました。はい。ラジオとして復活してくれてめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。そしてこのラジオ、今日知った。ね、3日前の今日ですね。一昨日聞いておれば、釣りに行ったんですかね。もう少し釣れたかもしれないのだな。そして、餌釣りで使うアジが3位なんて、ムロアジが1位なんだ。そうです、ムロアジ1位です。はい。池江さんの釣り方、それをそのまま泳がせに納得です。それをいつか動画にしたいと思います。とにかくラジオで復活していただき感謝です。ね、ありがとうございます。感謝していただいてね。ムロアジが1位、サバが2位という話しましたけどね、この2魚種に関しては、なんていうかな、寝に行かないんですよね。中層をずっと泳いでるっていうか。だから、もう極論言うたら、食われるために生きてるような魚ですからね。だからね、ムロアジとか、サバが釣れたら、もう、なんだかね、やっぱり餌にすることを真っ先に考える。で、サバに関しては、その大きいサバ釣れたら、その1キロぐらいあるような、でかいやつあるんですよ。その50センチぐらいあるようなやつね。あれは、人間サバの餌の方がいいと思うんですけど、やっぱりでも、普通はほら、小サバじゃないですか。あとね、まあ、今から秋なんで、秋冬の釣りなんでね、ちょっと先の話してあれですけど、ゴールデンウィーク頃にね、小サバがね、大量発生したりするんですよ。あれはもう格好の餌ですよ。だからね、ヒラスズキとかね、磯釣りやってる時は僕、それが湧いたらもうヒラスズキとか釣ってたし、そうですね、串本のカセでもやっぱり小サバが湧いたって言ったら、やっぱ小サバを餌にしてね、いろんなもん釣りましたよね。だからね、とにかくね、ムロはね、せやけど、1000回あんまりいないんかな。ウラミの方やったらもしかしたらいるかもしれないですから、ウラミの方は、野マス釣りやったら、多分ですよ、ね、青物と、で、下行ったら、まあ、ヒラメ、どうかな。障害物があんまりないから、ヒラメはどうかなと思いますけど、それと、あとね、あそこね、マハタのちっちゃいの、まあ、50センチ、60センチぐらいのやつ、あれがポロポロ当たるかな。あとは、フィッシュイーター系のものは、なんなく当たると思います。それと、前にもちょっとお話ししましたけど、タイの大きいのがいたりしたら、ね、案外ね、サバでね、ガボッと来たりしますからね。だから、まあ、やってらなんなと釣れる。あと、なんだろう、ヤガラとか、なんかそういう系もいるのかな。とにかくね、フィッシュイーター系の魚、いろいろいますから。だから、サバ、ムロアジ、ね、あとアジ、まあ、その辺が釣れたら、真っ先に餌にすることを考えてください。ね、それが串本のカセ釣りの、まあ、基本だと思っていただいたらいいです。続いての動画のコメント。グレ釣り逆襲対策の時のカセラジにコメントいただきました。面白いチャンネルですね。ただ、画面がずっと暗いのがもったいないかと。また拝見します。また拝見してください。画面暗いです。これラジオですから。 動画撮ってないですからね。
ね、喋ってるだけですから。ただ、なんだろう、そうですよ、面白いチャンネルだと思いますよ。面白いって言ってもね、吉本新喜劇みたいな面白さではないですけど、まあ、串本の仮設に関してはね、こう、いろいろな、ね、なんだろう、知識武装がしてもらえるようなチャンネルにしてるつもりですから、そういう点でね、いろいろとこう参考にしていただいたらいいかなというふうに思います。ね、コメントもっとくれたらいいんですけどね、まあ、こんなもんなんですよね。キハダマグロの、カセラジのコメント。はい、これね、7日前にいただいたの。これも黒田双子ですね。彼らはね、2年前かな？2年ぐらい前かな？最初にね、1000回の40メートルで青物釣りからスタートして、ね、ちょっとね、しけ模様の日だったんで、まあ、フラフラになってっていうか、でもね、初回からね、かなり釣ったんですよ。20本ぐらい釣ってたと思います。まあ、4人で来られてましたからね。コメント。10月2日のカンピンタンさんとキハダはほげたので、リベンジに10月14日土曜日に行ってきました。綿抜き41キロ、48キロ、2匹釣れました。おお。50メートル出してドラグレバーオンの固定でした。おうおうおう。塩も棚と蒔絵が勝手にあっていう感じでした。いいですね。黒ちゃんね、だからね、この黒田双子ですよね。初めて来られたので2年ぐらい前なんで、まだ3年も経ってないね、普通の会社員で言うたら、まあ、ペーペーじゃないですか。ね、それぐらいのものって言ったら。でもね、もう大ベテランも真っ青ぐらいのことをね、やってのけてますからね。だからもうこの気合ですよね。さっき初心者って言われてた方、ちょっと見習ってください。ね、41キロ、48キロ、ね、2つで89キロ、大きいな。ね、まあ、1匹で89キロもね、掃除するんじゃないかな。まあ、そのぐらいのね、もう気合で来てますよね。まあね、クロちゃん最近ね、カセ釣りやってくれてるんですかね。なんか沖釣りの話ばっかりしてるような感じなんですけど。まあまあ別にいいですけどね。キハダマグロもね、こうやってね、もう毎日釣れてるんじゃないかな。すごくいい感じで。最近ちょっとカツオなんかもね、ちらっとこう耳に入ってきてますから、まあね、行けばね、なんか当たるんちゃうかなと。ね。まあ頑張っていただけたらなというふうに思います。で、もう一つのコメント。カンピンタンです。カンピンタンさん2つコメントくれましたね。あの時はひたすら寝ててすいません。そうなんですね。さっちゃん、寝てました。なんで寝てたかというと、もう、船酔いでボロボロやったですね。一応ね、ね、ラジオの中でね、船酔いのこと言わんとこうかなと思ったんですけど、まあ、自分でひたすら寝ててすいませんって書きましたからね。もう、この際だから、もう、明かします。逆にそれがこのラジオに繋がったと勝手に思っておきます。そうです、そうです。もう、カンピンタンさんがきっかけです。ね、ありがとうございます。マグロはさっぱりわかりませんが、誰かチャレンジしてほしいですね。同感です。全く同感。ね、カンピンタンさん、血の釣りのことはよくご存知ですけどね。他のことはさっぱりわからない。で、僕だって、串本のカセ釣りのことはよく知ってますけど、他の釣りのことわからないですからね。カセ釣りと沖釣りは別物なんでわからなくて当然なんですけど、まあまあ、キハダマグロね。またカンピンタンさん、一緒に行く機会があればね、よろしくお願いします。で、次、青物釣りのコメント。これはですね、渡辺のケンちゃんですね、鍋ちゃんですね。お久しぶりです。22日、日曜日、須江に行ってきました。据えてたんですね。こちらは、餌取りが青味で強烈でした。挿絵が全く通らない状況でした。全体の釣果は、メジロが4匹しか上がらない状況で、青味で飲ませ釣りもやりましたが、塩が澄みすぎてるせいもあって、全く食いませんでした。まあ、こういう時あるんですよ。ね。で、塩が澄むと、やっぱりね、まあ、ろくなことはないですね。まあ、塩が澄んで杭が立つのって、ね、イガミぐらいじゃないですかね。で、まあ、全体でメジロが4匹しか上がらない状況ですけどね。スエってね、すごくその数が出るところですからね。まあ、そこでね、4匹しか上がらないということは、まあ、相当ひどかったんでしょうね。で、青味の飲ませ釣りもやりましたが、ということなんですけど、そういう状況でもね、やっぱりね、飲ませ釣りは入れておいてほしいですね。で、飲ませでね、食ってる時っていうのはね、なんか、なんやろな、その木の元でも食ったよっていう時は、なんか食ってくれやろうっていうワクワク感あるんですけど、でもどっちかっていうとね、当たったらラッキーぐらいの感じで入れといてもらう釣りなので、だからね、青味で飲ませ釣りもやりましたけど釣れなかったなんですけど、飲ませ釣り入れておいたっていうのは正解ですね。あとね、これもね、まあ、ちょっと覚えておいてほしいかなと思うのは、スエなんてね、お客さんすごく多くて、もう毎日のようにその大量の蒔絵が入るじゃないですか。で、そうするとね、蒔絵はもう全部冷凍イワシですよね。そうすると、魚がね、冷凍イワシについてしまうんですよね。で、例えばブリメジロが冷凍イワシについてしまうと、生き餌への反応はすこぶる悪くなります。
だから、その、いい青味が釣れても、青味は食わないと。ね。イワシばっかり食ってくるっていう、そういう状況になるということですね。で、これが、例えばですね、その、イワシについてる群れが、まあ、突如消えて、で、まあ、新しい群れが入ってくるっていう時があるんですよね。まあ、そういうのがね、なんかあるんですよ。で、その、新しい群れが入ってきたっていう時は、今度はね、池江さんの方がね、ちょっとこう反応良かったりしますから、だからね、その、行った日で、その機能と全く状況変わるよみたいな時、なんぼでもありますから、だからね、入れとかないとダメなんですよ。で、その、ね、やっぱり下にね、その青味、サバっていうところを置いとけば、何かが来れば何かが当たるっていうのがありますからね。だからこれは入れといてほしいなというふうに思います。で、これはもう末に限った話ではなく、前回でも恨みでも一緒です。まあ、今回はですね、コメントの紹介ということでね、ちょっといろいろ喋りましたけど、まあ、お説教みたいになったところ申し訳なかったですね。ね、もう気合十分で来てくださいね。それはもう、そこはね、間違えてないと思いますからね。まあ、本当気候が良くなってきてね、これからね、もうベストシーズンに入ってきますからね。で、その、まあ、12月に入るとね、寒波が今度やってきますからね、防寒とかが必要になってくると思うんですけど、まあ、寒くなればなったで、ね、またイブリとかがどんどん釣れると思いますから、まあ、どんどん串本の河川に来ていただいたらなというふうに思います。ではでは、今回のカセラジはこんなものにしておきます。ご清聴ありがとうございました。